ブレンネロはイタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州ボルツァーノ自治県にある人口約2300人の基礎自治体オーストリアとの国境であるブレンネロ峠があるボルツァーノ自治県北部に所在するコムーネであるブレンネロの集落はブレンナー峠上にあり インスブルックの南南東約 31km、ブレッサノーネの北北西約 34km、ケントボルツァーノの北北東約 57km、州都トレントの北北東約 108km に位置する。長域は東西に長く、北にオーストリアのチロル州と接する。ボルツァーノ、南チロル自治県地図隣接コムーネ隣接する、コムーネ、およびそれに相当する。 行政区画は以下の通り、括弧内の AT-7 はオーストリアのチロル州所属を示す。ブレンネロには以下の分離集落がある。2011年に行われた住民がドイツ語、イタリア語、ラディン語のいずれの言語集団に属するかの調査によれば約81%がドイツ語話者であり、イタリア語話者も約19%存在する。ブレンネロは イタリアとオーストリアを結ぶ国境越えの要衝となっている。ブレンナー峠では、イタリアのアウトストラーダ二2 2号線と、オーストリアのアウトバーンへ1 3号線が接続しており、欧州自動車同時 E45 号線に指定されている。在来道路では、イタリアの国道12号線が、オーストリアの国道182号線、ブレンナー街道と接続している。ありがとうございます。